あのですね、つい先日あったちょっと驚いた出来事なんですけれども、うんうんうん、あの私とあとラムちゃんさん、わかりますか、ネパール出身の芸人さんのラムちゃんさんね、うん、一緒にですね、ディレクターはひろきさんで、うん、RBC アイラさんスペシャルをお届けしたんですよ。テーマ何？ネパールのことについてもっと知ろうっていうテーマで、うんうんうん、あのラムちゃんさんからもネパールのいろんな文化について聞いたりとか、うんうん、あとはネパール料理のレシピとかを、うん、あのひろきさんがネパールのいろんな食材が売ってるお店に行って、そこのお姉さんからカレーの実家の味を聞いてきて、実際ひろきさんが作ってきて私たちが食べたりとか、そういうね、とっても楽しいアイスペをお送りしたんですけれども、うんうん、その日のね、収録の前に何時何分に打ち合わせしようっていう話をしてたんですね、うんうんうん、でその30分前ぐらいにこの10階の、あの応接室があるじゃないですか、うんうん、僕の方に、うん、そこにひろきさんとラムちゃんさんがいたんです、うん、で、あのそこであーって言ってちょっと早く集まってるんだなと思って、あ、もういるんですねなんて言って、うん、ちょっと会話したんですよ。で、まだ30分後だから私7階の自分の席のところに行って、うん、まあ普通に過ごしてたんですね、うんうん、で、ちょっとまあ収録の時間近づいてきたなんで15分前ぐらいですかね、お手洗いに行ったんですね、うん、で、そこでひろきさんから LINE に電話がかかってきたんですよ、うん、で、なんかあったのかなって私思ったんです、その時、うんうん、なんかちょっとトラブルとかがあったりとか、うんうん、あと早めに打ち合わせがしたいとか、うん、それ何か緊急のことがあったのかなと思って、うんうん、あのトイレ入ってたんですけど、まあバレないかなって思って、うん、個室で電話取ったんですよ、うんうん、緊急だと思ってるから、ね、そう、緊急だと思ったから、うんうん、そう、そう思ってちょっとこうお手洗い一旦止めて、うんうん、電話に出たらひろきさんがテレビ電話かけてきてたんですよ。やばラムちゃんさんとひろきさんがおーいってさっき会ったのになんかすごい嬉しそうに手振ってて、やばで私もはーってとっても気まずいはーって言って笑われてパンツ塞ぎしてたから、でも電話がバレないじゃないですか、バレないバレない、でもさっき多分トイレのタンクとか映るよねめっちゃで見られてないんですよ。でももう一応気まずいよね。そう、すごい